ベリーズ工房の徳永ちなみです。よろしくお願いします。はい、今回の新曲もっとずっと一緒にいたかったなんですけども、今回はですね、ベリーズ工房にしてはわりかし珍しいこうゆっくりテンポの、バラードまではいかないんですけども、今までにない曲調のこのシングルで、何ですかね、女の子の切ない気持ちを歌っていて、普段なんですかね、こうスノベリーズ工房はみんなでワイワイするんですけど、ベリーズ工房も7人中6人が20歳になりまして、ハロープロジェクトでも一番平均年齢が高いグループになったということで、今までよりもさらに大人っぽくなったベリーズ工房のこう表情だったりとか、あとは歌声、私は歌声そんなデビュー当時から変わってないんですけども、他のメンバーの歌声、こういろんなこう成長が見れる曲だなと思います。はい、今回の、新曲ロックエロティックですが、またもっとずっと一緒にいたかったとは違って、今回こっちの曲はベリーズ工房が男の子役と女の子役に分かれていて、こうダンスでパフォーマンスしてるんですけど、本当に今までこれこそやったことがないことだったので、自分は男役をやってるんですけど、なんか正直最初はって感じだったんですよ。やだなみたいな。だけどミュージックビデオの撮影の時とか、なんかちょっともうみんな衣装も身にまとってメイクも完璧にしてやったら、自分ちょっと男の子役いけるなと思って、でなんか空き時間とかにこうやって座ってたら、なんかミヤが iPhone でこう写真撮ってたんですよ。したらなんかちなみがその素でもかっこいいみたいな感じで言ってくれて、だからなんか本気でこのミュージックビデオの撮影を撮り終わった後に、今後女の子っぽい感じで売っていくよりも自分はダンスをして売っていった方がいいんじゃないかって思うぐらい自分のダンスが似合ってるなって思いました。ベリーズ工房は学校です。本当に小学校5年生でベリーズ工房とベリーズ工房としてデビューして、なんですけど本当にその中学校も高校も全部その時代を全部ベリーズ工房として過ごしてきてるので、なんだろう、もう小学生の時とかはもう挨拶の仕方とかそういう礼儀もベリーズ工房のなんですかね、スタッフさんとかから学んだりとか、もう全部そういうのをベリーズ工房としていろいろ学ばさせていただいたので、なんですかね、メンバーは学校の友達とかじゃ全然もう例えきれないんですけど、その大きくまとめると学校っぽいかなって思います。なんだろう、どういうものだったか、もういろんなことを経験させていただいたので、なんだろう、宝物なんですかね。まだ宝物とは言えないけど、きっともっと大きくなったら宝物って言えるんだろうなって思います。なんか今はまだベリーズ工房としてやってる最中だし、しかもまだまだだと思うし、今までやってきたことが全部正解だとは限らないから、今までの11年間は宝物としての途中経過だと思います。私本当に飽きっぽい性格で、今まで続けてこれたのが本当にバドミントンとベリーズ工房ぐらいしかないんですよ。なんですかね、基本的に楽しくないと続けられないから、本当に歌って踊ったりとか喋ることが好きなんだなって思いますし、やっぱりファンの皆さん の声援を聞くと元気が出るので、やっぱりいつも支えてくださるスタッフさん、そして家族のみんな、そして応援してくださる皆さんのおかげだと思います。ありました、もうものすごくいっぱいありました。なんかやっぱり中学生の時とかはもう宿題とかも学校との両立が本当に大変で、もう夏休みは単独ライブ、ベリーズ工房の単独ライブと、あと夏のハロープロジェクトのライブと、あとイベントとか、すごいいろんなことを経験させてもらってる半分、後ろにはその夏休みの宿題っていうものがすごいあって、やめたいなって思ったこともありました。ベリーズ工房の中で叶えたい夢、そうですね、11月の29日にベリーズ工房の一つの夢だった日本武道館でのライブが決定して、まだメンバー全員で今後どう
なりたいっていうのはまだ話し合ってないんですけど、やっぱ日本武道館がまだ終わってないので話し合ってないんですけど、個人的に思うのはもっともっとたくさんの人に知ってもらわないといけないなっていうのが個人的には思っていて、そうですね、あとはレディース工房は多分ハロープロジェクトのメンバーの中でも、あ、グループの中でも結構海外に行かせてもらうこともすごい多いと思うので、そのハロープロジェクトの先頭を切って海外進出にもすごい今度どん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 力を入れていけたらいいなって思います。ベリーズ工房は今アイドル戦国時代って言われてる中で、何ですかね、猿の着ぐるみを昔着たりとか、あとは何だろう、アイドルって基本可愛かったりとか衣装も可愛かったりとか髪型も可愛かったりとか、そういうもう可愛いでこうまとまりやすいんですけど、ベリーズ工房の良さって本当にバラバラなところだと思うし、そういう何ですかね、ライブで面白い衣装着たりとか、あのメンバーの菅井梨紗子ちゃんとかは髪色をもう個性丸出しでこう紫色にしたりとか、そういう何ですかね、一人一人それぞれ違う子が集まってるグループがベリーズ工房で、それが海外の皆さんもなんか見てて面白いと思ってくれてるんじゃないかなって思います。